別日です。こんにちは、探索に行くのかな、覚えてねえや、やるか。あ、三宅さんいるやん。ああ、残念だよ。第二階層で使った道具を廃棄させられて。気に入ってたんだけどな、あの凶器の骨は。凶器って、まさか、また誰かを殺す気なんじゃ。なわけないでしょ。殺人は禁止されてるんだからさ。じゃあ、どうして凶器の骨なんか欲しがるんだよ。コレクションかな。コレクション？あの骨で鹿島を殺した記念。凶器を眺めてるとゾクゾクするでしょ。僕にはそんな気持ちはわからないよ。分かってもらおうとは思ってないけどね。やばすぎだろこいつ。これ入れはしないのかな、鍵かかってる。なるほど、これ外にも行ける。あ、外じゃなかったわ。あ、小春ちゃんいる。あ、太一さん、この階層では少し休めそうでよかったですね。うん、もう身も心もヘトヘトだよ。お疲れ様です。そういえば小春ちゃんは総会のたびにみんなにお金を渡してるけど大丈夫なの？あれだけ稼ごうと思ったら僕たちの見えないところで苦労してるんじゃ。3000万円の配当金のことですか？大丈夫ですよ。小春はこれでも大学でビジネスの勉強をしています。いやー、しっかりしてんのね。ちょっとね、大人になってビジネスの話とかができた方が絶対いいんだろうなと思う機会はたびたびあるんですけどね。ちょっとお金儲けとかの話にめっぽう弱くてですね、全然わからないんですね。弱いって言うとなんかその話に食いつくみたいな感じになっちゃうけど、そうじゃなくて、あの、わからないですね。ちゃんと皆さんにお金を返せるように計画的な運用を心がけていますから。さすがだね。僕もそれだけ稼げるようになりたいな。いや、十分稼いでると思うんだけど今。そう、え、純資産6億やで。頑張って稼いでると思うんだけどな。で、小春ちゃんの部屋も入れないかな。うん、そうだね。で、食堂には今入れない、準備中みたい。 OK で、あ、ここに三宅さんがいる。凶器を眺めてるとその時の光景を思い出してゾクゾクするよね。いや、知らんがな。凶器を持ったことってか、凶器を使ってその凶器をこう眺める時間なんてものをね、あの、作ったことがないのでわからないですね。この階層には大浴場もあるって言ってたわよね。もうオアシスで水浴びしなくても温かいお風呂に入れるわ。大浴場か。まさか混浴じゃないよな。はあ、太一くんったらまたいやらしいこと考えてる。考えてないってば。まったく、エベスさんが言ってたでしょ、第三階層では私たちのあるものが試されるって。あるものが試されるっていうのは、ん、今持ってねえわ。持ってないから買った意味ねえ。あかねさん、この階層を一通り調べてみたけど特に怪しいところはなさそうね。エベスさんは信用を試すと言っていたけど、一体私たちに何をさせる気なのかしら。うん、みんな仲良くしようとか。てか、あかねちゃんの部屋空いてる。だといいんだけど。いなくなったし空いてるし。ここはあかねさんの部屋か。でも勝手に入るわけにはいかないよね。ああ、偉いね。あ、ちゃんと女や男用で分かれてるじゃん。食事の後に解放ね。なるほど。で、こっちに小春ちゃんがいるから、まあ一応話聞いとくか。配当金のことなら大丈夫ですよ。ちゃんと皆さんにお金を返せるように計画的な運用を心がけていますから。って言ってもさ、あれよな。もともと小春ちゃんにお金をかけてたのって、その配当金っていうか、なんだ、投資してたのって、みつるさん、そう、今は亡きみつるさんと、今は亡きせんとくんと、今は現在もいるゆかりちゃん、この3人だよね。私はお金が足りなくてちょっと無理だったんで。今2人いないわけだから、結果的に小春ちゃんなんか儲けちゃってるね、これね。お金の話と人の命をこう天秤にかけるのはあんま良くないとは思うんだけど。なんかな。なるほどね。
じゃあ、あかねちゃんもここにいるのね。うん。じゃあ、ゆかりちゃんに、信用を試すをぶつけるんだな。これだ。いや、ボルトじゃないです、ことの葉。信用を試すと言ってましたね。助言。おい。売るぞ。よし。わかってるよ。信用だよね。だからこそ、信用が試されるシチュエーションがあるんじゃないかと。それが混浴ってわけ？太一くんの頭の中ってエロばっかり。誤解だってゆかりちゃんと、あー、ピンポンマポーン。ゆかりちゃんとのなんかラブコメ展開みたいなのあるのかな？なんか、ここ露骨だよね。皆様、夕食の準備ができましたので、食堂へお集まりください。食堂ね。あ、で、みんないなくなったと。他に周りに人いるかもしれないから、とりあえずちょっと見に行こうかな。いないかな。いなそうかな。うん、いないね。じゃあ食堂行きましょう。ほい。ご飯、ご飯、美味しそう。はぁ、生き返るわ。まともな食事なんていつぶりかしら。エベスさんに捕まってから2日間。何も口にできなかったものね。あ、そんなペコペコな状態であれか、能力者総会やってたのか。大変だな。頭回らんのとちゃう？おまけに砂漠でサバイバルですよ。もう心も体もヘトヘトです。むしゃむしゃ、味も最高だね。みんな久々にリラックスしてるな。ずっとこうしていられたらいいのに。エベスさん来たな。この幸せなひとときを邪魔するエベスさん。皆様、お食事は楽しんでいただけたでしょうか。そろそろ第3階層のゲームについて説明させていただきます。今回のゲームは題して信用度格付けチェック。皆様が互いに信用できる人物なのかどうか試させていただきますよ。各自デジタルウォレットの画面をご覧ください。デジタルウォレット画面、信用票。ほう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 。これは投票モード、信用票。投票したい相手を自分の部屋に入れてボタンを押すと投票完了です。ほうほうほう。これから皆様には一人一票ずつの信用票を最も信じられると思う人物に投票していただきます。信用のある人物は誰なのか、逆に信用されていない人物は誰なのか、結果が楽しみですね。つまり人気投票ということね。たくさん投票された人には何かいいことがあるの？この投票自体には何の意味もありません。ただ投票されたという事実が残るだけです。しかし誰かに投票されるということは他人からの信用を得たということになります。つまり信用の高さは投資家の判断材料になる。投票数が価値に反映される可能性は高いわね。その通り。政府や企業が信用格付けされるように、能力者も信用で評価される時代なのです。なるほど。それじゃあ早速選挙活動しておかないとね。太一くん、私と信用票を交換しましょう。わ、ずるい。そうか、お互いに投票し合えば確実に1票は手に入れることができるんだ。あー、じゃあその中で今ここにいるメンバーの中で一番太一くんのことを信用してくれてる、もしくはほだしやすいと思ってるってことよな、ゆかりちゃんな。エベスさん、票の交換なんてありなの？もちろんありですとも。互いに信用し合っている証拠ですからね。ただしどちらか片方が裏切った場合、裏切られた人の価値の保証はありませんが。脅かさないでよ、ゆかりさんが裏切るなんて。わあ、そういう海老原くんが裏切るかもしれませんね。え、マジで？僕は裏切ったりしないよ。
総会では必ず誰か一人が売却されてしまうのです。誰だって自分だけは助かりたいと思いますよね。簡単なことですよ。約束を破って別の人に投票してしまえばいいんです。こんな話聞いちゃダメです。人を疑うのは良くないことです。人を本当の意味で信じるためには疑うことが必要なのですよ、これはね、まあわかるかな。よく言うよね。そう、最終的にあなたのことを信じるために疑わしい要素は潰したいよねっていう話だよね。互いに疑い合い、騙し合い、貴重な信用票を奪い合ってくださいな。それでは皆様の健闘を祈ります。とりあえず票の交換は考え直そうかな。それが賢明ね。そもそも2人ずつのペアだと1人だけ余ってしまうわ。別にいいじゃない、どうせ余るのは御嶽に決まってるんだし。当然でしょ、殺人犯なんて信用できるわけないわ。ずいぶん嫌われちゃったみたいだね。でもさ、直接的ではないにしろ、君たちだって散々仲間を殺してるんだよ。俺たちみんな同類じゃないか。あなたと一緒にしないで。私は好きでこんなゲームに参加してるわけじゃ。とにかくもう一度考え直してみましょう。ちゃんと話し合えば何かいい案を思いつくかもしれません。おー、エビさん、なんだ、すごいしつこいな。あ、肝心なことを言い忘れていました。しっけ、誰が誰に投票したのか、投票結果は明日の総会で発表いたします。なので皆様は日付が変わるまでに必ず投票を済ませておいてくださいね。それから結果発表後には皆様に1票ずつの不信票を行使する権利が与えられます。不信票、ほうほうほう。不信票、信用票とは逆に信用できない相手にも投票できるってこと？はい、不信票を使うかどうかは皆様の自由です。はあ、信用票を得た人の中でなんか、いやこいつめちゃめちゃやべえことしてるぜとか、いやこいつ超裏切ってきたんやけどみたいなことがあったら不信票を入れてその人の価値を下げることができるってこと？その相手の価値を下げるための票だもんね、これね。皆様全員が固い信頼関係で結ばれ、不信票など使われないことを願っていますよ。わざわざそんな物騒な票を用意しておいて、心にもないこと。そうね。あはははは、今夜は楽しいひとときをお過ごしくださいませ。ああ、また一方的に喋っていったわね。とにかく明日の朝までに信用票を投票しないと。誰が誰に投票するのかちゃんと話し合って決めましょう。これね、それぞれに1票ずつ投票することができればそれぞれがこう信用できるってことで価値は上がるんだろうけど、まあそんなね、うまいこといくわけがないと思うんですけどね。みんな俺と信頼を深めようね。今夜は眠れそうにないわ。やっと快適に寝られると思ったのに。もうペロリだね。めちゃめちゃ綺麗になくなってる。ここにこんなに大皿があったのに。え、すごいね、みんな食べ盛りだね。あ、そうか、2日間食べてなかったのもな。そりゃそうか、お腹空いてるか。何、エビハラ君。あ、いや、時枝さんは僕と票の交換をしてくれないかなって。断るわ、私はまだあなたを信用していないもの。ああ、残念、太一くん。俺たちはな、あかねちゃんをもう結構信用してるけどな。太一くんは信用されてなかったみたい。ああ、そう。そもそも、あなたは投票のやり方を知っているの？そういえば、投票しろとは言われたけど、投票の方法は説明されなかったの。え？自分の部屋に招いて、
その人のことを投票するってポチってすんじゃなかったっけ。デジタルウォレットを見てみなさい。投票モードに切り替えると方法が書いてあるわ。投票モード、これか。これね、書いてあったよね。投票したい相手を自分の部屋に入れてボタンを押すと投票完了です。つまり誰かに投票するためには投票相手を自分の部屋に呼ぶ必要があるの。投票する側も投票される側も相手の信用を得なければいけないということね。でもさ、もうあかねちゃんどうぞお入りくださいみたいな感じでドア開けてたけどね。なるほど、投票の段階から僕たちの信用が試されているわけか。さらにこのウォレットには高度な生体認証でセキュリティロックが施されているから、どんな能力を使ったとしても持ち主以外がウォレットを使うことはできないわ。つまり誰かのウォレットを奪って不正に票を動かすことはできないんだね。はあはあはあ、なるほどね。ルール確認ありがとうございます、あかねちゃん。どうしたの小春ちゃん。太一さん、小春は投票のルールについて考えていました。今回のテーマは信用、自分に味方してくれる人を探すゲームです。でもそれは言い換えれば誰かを仲間外れにするゲームでもあるんです。ああなるほど、誰かを仲間外れに。だってそうじゃないですか、今回も必ず誰かが売却されてしまうんですよ。誰か一人が犠牲になれば他の人は助かる。それなら最初から仲間外れを決めておけば。そうか、4人がグループを作って互いに投票すれば残された人物は1票も獲得できないんだ。はい、そうすれば4人の勝ち抜けは確定です。犠牲になる人物が分かっていれば裏切り者が出る可能性もありません。なるほど、確かにその方法なら確実に生き残ることができる。まあそうなったら誰ってなったら御嶽さんになっちゃうんだろうけど、なんかな、それってそれこそ本当に殺人みたいな感じになるんじゃないの、集団でリンチみたいなさ。でも僕はそのやり方には反対だな。うん、そうよな、太一君はいじめられていた側だから多分ね、嫌だよね。僕はクラスでいじめられていたんだ。だから仲間外れにされる気持ちはよくわかる。価値を競い合って負けるならまだしも、何もできずに脱落させるなんてひどすぎるよ。そうですよね、こんなのいじめと同じですよね。小春は太一さんの意見を尊重します。ありがとう小春ちゃん。物分かりが良い。でも他の皆さんはどうでしょう。みんな自分が生き残るのに必死なはずです。もし太一さんだけ意見が違っていたら太一さんが仲間外れにされるかもしれません。ここではなるべく皆さんの意見に合わせた方がいいと思います。確かにそうかもしれないな、気をつけるよ。なるほど、なんか注意を受けたな。てめえのこと仲間外れにしてやろうかに聞こえなくもなかったな。まあ私がちょっとひねくれてるだけかもしれないけど。やっぱりいくら考えても私が信用できるのは太一くんだけよ。信用票を交換してもいいと思えるのは太一くんしかいないわ。ありがとう。でもどうして突然そんなことを。なんでかな、太一くんのことを考えると胸がドキドキ。ゆかりさん。なーに太一くん。あのさ、こんなこと言うのは失礼だと思うけど、僕に投票させるためにわざとそんな演技をしてるわけじゃないよね。ああ。うん、もちろん。なんだその間は。3点リーダー多すぎるだろ。答えるまでに間があったぞ。ああ、もしかして私のこと疑ってるの？ひどいな。私はこんなにも太一くんのことを思ってるのに。目が泳いでますけど。いや、いいな、私この二人の会話結構好きだな。なんかずっと茶番しててほしいもん。太一さん、小春は幸せ者です。突然どうしたの。予知能力しか取り柄のない小春がここまで生き残ってこられたのは
予知能力ってすごい能力だから、それしか取り柄ないって言ってもそんなことないし、めちゃめちゃ頭いいんでしょ、ねえ、だって14歳で大学行ってんでしょ。いや、取り柄ないことないだろ。皆さんの協力があったからです。感謝してもしきれません。きっと最後の総会まで生き残って皆さんに利益を還元させていただきます。小春ちゃんが生き残ったのはちゃんとした実力があったからだと思うよ。みんなそれを認めているから小春ちゃんに投資したんじゃないかな。そう言っていただけると嬉しいです。みんなが幸せになることが小春の望みです。小春と一緒に元の世界に帰りましょう。これを本心で言ってくれてるんだったらめちゃめちゃ天使なんだけどさ、ちょっとなんかこの第三階層に入ってきてから小春ちゃん露骨にそういうこと言うようになってきた気がするから、なんかうさんくさがいいんだよな。なんなんだろうな。うん、茜ちゃんの部屋相変わらず入れないな、うん、で御嶽さんがいる。投票するためにはウォレットが必要みたいだね。めんどくさいな。紙の投票用紙でもいいのに、あえてウォレットを使う必要ある？あー、ちょっと待って。高度な生体認証かな？助言。それは不正を防ぐためだと思うよ。ここにいるのは能力者ばかりだからね。例えばゆかりさんが能力を使えば簡単に他人の票を複製できるでしょ？そうね、確かに。ああ、そうか。紙だと俺が燃やしちゃうかもしれないしね。まだ梶間さんの能力を持っていたのか。意外と気に入ってるんだよ。ほら、仲かっこいいじゃん。俺強えって気分になれるじゃん。やっぱりこいつを信用しろって方が無理な気がするんだけど。うん、危ねえ奴には違いねえからな。実際殺してるわけだし。そろそろ一度みんなで話し合ってみようか。食堂に集合だ。オッケー。みんないなくなったね。一回セーブして。食堂！みんな、それぞれ話し合ったと思うけど、投票相手は見つかった？私は、きっと運命の人が投票してくれるって信じてるわよ。運命の人だって、それって、俺のことかな。小春も、ゆかりさんに投票をお願いされました。やっぱりね、僕だけじゃないと思ってたよ。違うのよみんな、これはちょっとした気の迷いというか、お願いだから誰か私を信用して。あ、下がってる価値。なんだかゆかりさんがかわいそうになってきたな。とにかく現時点で投票相手を決めた人は名乗り出てもらえるかしら。なんで茜が仕切ってんのさ。誰に投票するかは俺らの勝手じゃん。分かってるでしょ、このゲームは仲間外れにされた人が負ける。でも5人全員が互いを信用し合えば全員が1票ずつ獲得することができるのよ。そうだよね、ちゃんと五角形で回せればの話だけど。そうか、みんなで票を持ち合えば誰も損をしないんだ。全員って御嶽も仲間に入れるつもり？こいつ信用できるのかな。5人で票を持ち合う場合、裏切り者が出る可能性が高まります。いいよ、みんなで仲良く票を持ち合おう。俺はいつでも裏切ってやるけどね。やっぱりダメじゃない、御嶽は信用できないわ。残念ですが御嶽さんを除いた4人で票を持ち合うのが得策ではないでしょうか。確かに疑い合っている状況じゃ話は前に進まないわね。ちょっと待ってよ。何、エビハラ君、本当にそれでいいのかな、御嶽さんを一方的に排除するなんて。御嶽は梶間を殺した張本人よ。どうして太一君が御嶽をかばうの？別にかばうわけじゃないよ。ただこれが本当に信用なのかな。グループを組んで一人を攻撃するなんてまるで弱い者いじめじゃないか。そこまで言うのならあなたが私たちを信用させてみなさい。この中の誰も裏切らないと確信できればきっとみんな話を聞いてくれるはずよ。わかった、
やってみるよ。ワルはタイツさんを応援します。皆さん投票はもう少し待ってみましょう。ああ、一人一人を説得して回れってことか。なるほど、オッケー。あかねちゃん、あなたも偉そうなことを言うようになったわね。ま、少しは成長したと認めてあげるわ。ありがとう、嬉しいな。なんか最初な、こんなやつ不甲斐ないわみたいなこと言ってたもんな。一番偉そうなのは時計屋さんだよ。まあそれはしょうがないよ、プロトレーダーだからね。この中で一番すごい人だと思うもん。あなたも気づいたんでしょ、このゲームで裏切るメリットなんてないことに。裏切るメリットがない？まさか感情だけで反論していたの。やっぱりさっきの言葉は撤回するわ。ちょっと待って、何か分かったのなら教えてよ。仕方ないわね。このゲームで裏切るには大きなリスクがあるのよ。投票相手を裏切れば確実に蹴落とせるはずじゃないの？そう、信用票だけならね。あ、そうか、不信票があるからね。後から票を入れて、そう、裏切ってきたやつに票を入れることできるからね。でもこのゲームにはもう一つの大事なルールがあったはずよ。不信票の話だね。はい、あかねちゃんのやつ一回売ろうか。すごいよなこれ。そうか、不信票だ。結果発表の後に一人一票ずつ与えられる不信用票とは逆のマイナス票。その通り。投票結果が発表されれば誰が裏切ったのかは全員が知ることになる。自分のことばかり考えて仲間を裏切れば他の仲間の反感を買ってしまうでしょうね。だから私はみんなに提案してみたの。5人全員で票を持ち合わさないかって。そうか、利害を共有する人数が多いほど裏切り行為を防ぐ効果があるんだね。ええ、ただ一つ気がかりなことがあるの。それが解消されない限りこの方法は使えないわ。気がかりなこと？ほう、気がかりなことって？そろそろ自分の頭で考えなさい。私のアドバイスはここまでよ。時枝さん。あかねちゃん、でもだいぶヒントくれたよな。あかねちゃんの部屋ずっと空いてるのはこれ何なんだろうな。で、小春ちゃんがいる。大地さん、お力になれず申し訳ありません。小春はやっぱり生き残りたいので皆さんの多数決に従うつもりです。いいんだよ、気にしないで。僕がわがままを言ってるだけだからさ。でも御嶽さんを助けようなんて太一さんは立派だと思います。小春は投票はお約束できませんが太一さんのことを応援しています。ありがとう、僕を信じてくれる人がいると心強いよ。これは信用を試すゲームですから、自分が信用してもらう前にまずは相手を信用するんです。みんなが幸せになるためには信じ合うことがとても大切です。そうな、確かにな、それは間違いない。小春ちゃんの言う通りだ。きっとみんなが納得できる道を見つけよう。はい。あー、なるほど。これなんか小春ちゃんこの階層に来てからペラペラめっちゃ喋るなと思っててさ、次小春ちゃんかなって思ってる私。御嶽さん何気に生き残んじゃねって。このまま御嶽さんがさ次でいなくなるんだったら生き残った意味ないもんな。前回の処刑でだっていなくなってよかったじゃんってなるもん。太一くんって自分の意見はちゃんと持ってるのね。少し惚れ直しちゃったかも。惚れ直すって最初から何とも思ってないでしょう。そんなことないわよ。私は一目見た時から太一くんのことを。だから私に清き一票をお願いします。だからそういうのやめようって。ちぇ、それより御嶽さんのこと今回だけは仲間に入れてあげられないかな。ゆかりさんほど価値ある人なら小細工しなくても余裕で勝てるはずでしょ。そりゃ私にはコスプレもあるし爽快で負けるなんて考えもしないけど、勝負に絶対なんてことはないわ。確実に勝てる方法があるならそっちを選ぶに決まってるじゃない。
だからって何も抵抗できない人を犠牲にするのは。もうそれ以上言わないで。私だって好きでやってるわけじゃないの。まあ好きでな、人のことをこう仲間外れにして殺そうなんてことは相当ないじめっ子心を持ってる人じゃなきゃないはずだと思う。ここで生き残るためには綺麗事ばかり言ってられないのよ。ゆかりさんの言うこともわかるけど、僕はこんなの。ぬかー、イライラするわね。そんなに私たちの意見に反抗したいなら、太一くんが仲間外れになればいいのよ。ゆかりさん。あ、ごめん、少し言い過ぎた。とにかく私は自分が生き残るだけで精一杯なの。他人の心配なんてしている余裕はないわ。うん、分かった。僕の方こそ無理言ってごめん。あ、気まずくなっちゃった。そっか。あい、あい、これあかねちゃんか。今みたけさんだと思って話しかけたわ。エビハラくん、もし誰かがあなたを部屋に誘ってきても油断しちゃダメよ。個室の中で何かされても外の人は気づくことができないんだから。あー、そっか。外の人が気づくことができないのはこれ完全防音の個室だからっていう話だよな。うん、個室は完全防音だってエベスさんが言ってたもんね。ええ、部屋の中で何かあっても外には聞こえない。そして反対に部屋の外で何かあっても中には聞こえないわ。部屋の外で何もないとは言い切れないでしょ。だから私は部屋の扉を半開きにしているの。なるほど、外で何かあった時にすぐ気づけるようにだね。いや、警戒心が強いのか ないのかわからないな。リスクは伴うけど、外で何か起きてることに気づけないよりマシっていう判断なの、マシっていう判断なのかな、あかねちゃん的にはな。それは不用心じゃないかな。一人の時に誰かが入ってきたらどうするの。大丈夫よ、私の能力ならね。あ、あかねちゃんの能力まだ知らないよね、そういえばね。時枝さんの能力って。とにかく私のことは気にしなくていいわ。あなたは自分のことを考えなさい。そっか。まあ自分のことだけを考えろと言われておりますけれども、自分の部屋に戻ってもまあ今は何もないか。あとは誰に話を聞けるかな。三宅さんがいる。いじめられた経験があるからって俺に同情するのはやめてほしいな。同情なんてされたら余計惨めになるだけじゃん。別に同情しているわけじゃないよ。もし僕が三宅さんを仲間外れにしたら、僕は僕をいじめた奴らと同じになってしまう。うん、同じ土俵には立ちたくないよな。そうなったら僕は自分自身を許せなくなるんだ。なんだ、結局自分のことばっかじゃん。まあね、まあエゴかもしれんけどね。でもそれがさ、他の人のためになるエゴなんだったら、まあ私はいいと思うけどな。まあ人ってそんなもんだよね。他人のためだけに行動できるわけないのさ。まあ 100% そうとは言い切れないよ。純粋にやっぱあまりにね、相手のことがこう大切で好きだから、もう何かしてあげたいってなっちゃうのはあると思うよ。友情だろうと愛情だろうとね。だから三宅さんも素直になってよ。本当はこんなところで死にたくないだろう。みんなの前で約束するんだ、三宅さんは絶対に裏切らないって。そうすれば5人全員で票を持ち合って正々堂々と総会を戦うことができる。自分の価値は自分の実力で証明すべきだよ。ふーん、で君のありがたい演説はそれだけ。何を言われても俺は裏切るよ。みんなと仲良くなってごめんだね。三宅さん。それにさ、太一の言う通り実力で価値を証明すればいいんだろ。たとえ仲間外れにされたとしても、信用票を一票も獲得できないとしても、俺は俺の実力で逆転してやるよ。カジマを殺した時みたいにさ。そんな。
俺今超かっこいいこと言ったじゃん。まあそういうことでよろしく。ダメだ、御嶽さんは僕が説得できる相手じゃない。ああ、もう一度みんなで話し合ってみよう。食堂に集合だ。ああ聞きたかったな、ここにいたゆかりちゃんの話。ちょっと気まずい空気が流れてると思ったんだけど。一旦セーブ。おい、さてみんな集まったわね。全員デジタルウォレットを見せてちょうだい。まだ誰にも投票していないことを確認するためよ。どうぞ。俺は誰にも投票してないよ。ありがとう、全員の票を確認できたわ。ところで御嶽さんの件だけど、海老原くんの説得はうまくいったのかしら。うん、残念ながらうまくいきませんでした。すいませんでした。それはうまくいかなかったみたいですね。じゃあ私たちが生き残る方法はただ一つ、御嶽を犠牲にしましょう。あれ、なんで俺なの。くじ引きで決めようよ。あなたが一番信用できないって言ってるの。どうして、俺ほど信用できるやつはいないよ。これはね、俺は裏切るってあなた宣言してたからね。御嶽さんは自分で裏切ると宣言したよね。こんな状態じゃみんなを説得できないよ。悪いけどこれ以上は僕も御嶽さんをかばってあげられない。話はまとまったようね。御嶽さん以外の4人でグループを作りましょう。かわいそうですが、こうするしか小春たちが確実に生き残る道はないです。だから最初から言ってるじゃない、殺人犯を信用できるわけないって。ああ、まあいいや。じゃあ俺は部屋で休ませてもらうよ。では投票は4人で順番に行いましょう。小春は茜さんに投票します。茜さんはゆかりさんに、ゆかりさんは太一さんに、太一さんは小春にお願いします。わかったわ。確か投票したい相手を自分の部屋に呼べばいいのよね。太一くんは私の部屋に来てくれるのね。変なことしちゃダメよ。しないよ。それぞれの個室は完全防音になっていて、インターホンもありません。一人ずつ相手の部屋を訪ねる時間を決めておきましょう。小春はこの後8時に太一さんの部屋へ行きます。小春ちゃんに変なことしちゃダメよ。だからしないって。茜さんはその後9時に小春の部屋へ来てください。じゃあ桐目さんは10時に私の部屋へ来てくれるのかしら。オッケー。そして太一くんは11時に私の部屋へ。あー、なんか結構しっぽりした時間に行くのね。夜も更けて程よい時間帯になってまいりますな。もう突っ込むのに疲れたよ。あ、突っ込むのに疲れた。やだよゆかりちゃんのスケベ。呆れて物も言えないっていう意味だよ。では太一さん、この後自分の部屋に戻っておいてくださいね。オッケー。海老原くん、ちょっといいかしら。何時枝さん。私はこのゲームこのまま無事に終わるとは思えないの。あ、奇遇ですね茜ちゃん。私も投票に関わる相手に不審な点がないか十分に観察しておいてちょうだい。不審な点って、僕の相手はゆかりさんと小春ちゃんだけど。じゃあその二人をしっかり観察して、会った時に髪の毛でも拾っておきなさい。な、女の子の髪の毛を持っておけと。わかったけど、後から太一くんが変態呼ばわりされたら茜ちゃんにちょっと責任をなすりつけるけどいいですか。そこまでするの。念のためよ。相手を信用するために疑うの。何もなければそれでいいんだから。わかった。二人のことちゃんと見ておくよ。お願いね。オッケー。茜ちゃんはやっぱり信用できそうだな。最後までちゃんと頑張ってくれそう。とりあえず自分の部屋に戻って小春ちゃんが来るのを待とう。
一応ゆかりちゃんにも話しかけておこうかな。太一くんは11時に私の部屋へ来るのよ。部屋を片付けて待ってるからね。なあなんかな、変な意味に聞こえちゃうよな。ゆかりちゃんちょっとセクシーだし。後で小春が太一さんの部屋に行くので先に戻って待っていてください。 OK。 で今は、あ、三宅さんがいる。そっちの話は終わったの？ま、俺には関係ないけどね。いやー、なんかかき乱してきそうな気するんよな、三宅さんも。ゆかりさんと小春ちゃんのことしっかり観察しておいてね。わかった。これで全員かな。あー、で女湯とか男湯にも入れんのか。男湯は入った？はあ、疲れた。今のうちにお風呂に入っておこう。あー、入れるんだ。おお、三宅さん、これムキムキなのかガリガリなのかわからない。あ、タトゥーがある。ああ、大地じゃん。君も疲れを癒しに来たんだね。さっきまで三宅さん自分の部屋の近くにいませんでした？すごい。瞬間移動してる。邪魔だったらまた後にするよ。あ、メガネ外してるし、上半身裸だし、ちょっとポニョポニョそうだね。筋肉なさそう。大地キューン。もうちょっとな。まあ、でも全然太ってるとかじゃないからね。ただ、なんかポニョポニョしてて気持ちよさそうだな。全然邪魔じゃないよ。むしろ一人ぼっちで寂しかったよ。大地も一緒に背中洗いっこする？それは遠慮しておきます。なんだ、大地も俺のことが嫌いなんだ。どうせお前らこそこそと俺を仲間外れにしようとしてるんだろう。いや、それは。いいんだよ、俺なんて誰にも構ってもらえないんだ。大地も俺と一緒に風呂に入るのは嫌みたいだし。わかったよ、風呂くらい一緒に入ってやるよ。男同士裸の付き合いってやつだね。で、一緒にしっぽり入ったと。あー、横並び。あ、何か声が聞こえてくる。はあ、はあ、はあ、ゆかりさん、やっぱり大きいです。いやー、小春ちゃんも大人になればこれくらい普通だって。キリメさんの言うことを信用してはダメよ。私を見て現実の厳しさを知りなさい。あかねちゃん、あかねちゃん、そんなこと言うの？いやー、あかねさんはね、ちょっと控えめなんだろうね。いや、控えめも需要がありますから。ゆかりちゃんみたいなね、たわわなのもね、もちろん需要はもちろんね、特大だと思いますけど、ね、胸の大きさに比例して特大かもしれませんけど、でも、あかねちゃんぐらいの大きさもすごいちょうどいいっていう人は多いと思いますし、私もそれくらいの大きさの方が好きですよ。何のフォロー？ね、で、小春ちゃんはちゃんと身長が伸びるんだったら、まあまあまあね、そこそこね、成長してくれた方がね、もしかしたらいいかもしれないけど、バランス的に。でも今の状態だったら全然なくてもいいと思うし、でそれでね、大きくなったら大きくなったら、それはそれでありだと思うし、女の子はどんな姿でも需要があるっていうことですね。いや、素晴らしい。何の力説？めちゃくちゃ力説したね、私ね。これは隣から聞こえてくる声だね。そうか、隣は女風呂なんだ。大地は思春期の男の子だよね。こういう時って何を考えてるの？何も考えてないよ。隣の壁はそれほど高くないし、覗くの手伝ってあげようか。いや、三宅さん、なんか青春のお手伝いしてくれるんだ。へえ。手伝うってどうやって？俺は大人だからね、君を抱え上げるくらいの腕力はあるんだ。え、ここでことのハゲットできるんだ。なるほど、長身の三宅さんが僕を抱え上げれば。ちょっと乗り気なのやめろよ。ってするわけないだろ、少年漫画の主人公じゃないんだから。なんだ、つまんないな。賢明な判断ね、海老原くん。もし実行していたら命の保証はなかったわよ。ちょっと三宅、太一くんに余計なこと吹き込まないでよね。全部こちらに聞こえてます。そうだよな、あっちの会話が筒抜けなんだから、こっちの会話も筒抜けだわな。よかった、三宅さんの口車に乗らなくて。偉かったね、太一くん。いや、もうね、危なく女子全員に嫌われて不
信票をみんなから入れられるところでしたよ。じゃあ、大志くんの部屋に戻って待つとしましょうかね。もうすぐ小春ちゃんが来るはずだ。しばらくここで待っていよう。こんばんは。投票してもらいに来ました。どうぞ中に入ってよ。お邪魔します。太一さんの部屋なんだかドキドキしちゃいます。いいえ気にしないでください。投票が終わったら すぐに失礼しますから。そういえば茜さんに相手を観察しておくように言われていたな。髪の毛抜くのかい？じー、太一さんそんなに見つめられると恥ずかしいです。まあな、14歳なんて十分思春期の女の子ですからね。ごめん怖がらせちゃったかな。大丈夫です。それよりも早く投票を。そうだね、ウォレットのボタンを押せばいいんだっけ。ピッ、海老原太一の信用票が小西小春に投票されました。ありがとうございます。太一さんの信用票確かに受け取りました。小春もお返しできたらいいんですけど、4人で持ち合うと決めたので。分かってる。僕はゆかりさんから票をもらうよ。それでは、そろそろ小春は自分の部屋に戻ります。もうすぐ茜さんが小春を訪ねてくるはずなので。待って小春ちゃん。痛い。抜いたなこれ。ごめん。髪の毛にゴミがついてたんだ。反応してくれなかったこれ。怒らせちゃったかな。でも茜さんに言われた通り、なんとか髪の毛はゲットできたぞ。くるくるしてるもんな小春ちゃんの髪の毛、ずいぶん太いな。次は11時にゆかりさんの部屋へ行くんだったな。まだ時間があるし、少しベッドで休憩しておこう。そろそろ11時だな。次はゆかりさんの部屋に行かないと。OK、行かないといけないね。一回ちょっとセーブして、ちょっとこれから配信の準備があるので、一回止めます。